ドア開放群。楽しいレビューです。パテックの提供です。今回は Bluetooth のスピーカーですね。アウトドア用。または、シャワー用ですね。アウトドア用、私感じてるところは、低音は切ってくれた方がいいんですよね。これなぜか。低音、外で鳴らしても全然響かないんですよね。それ響かないところか、その低音の音が邪魔して、高音とか中音が濁る。であれば最初から低音バッサリ。こちらの Bluetooth スピーカー。そういう音作りですね。 部屋で聞くと、あ、なんか低音物足りないな。て、本当に低音漏れてないし、低音の存在感、それも出てないですね。ただ、中音域、高音域、そこは聞きやすいですね。それと高音がすごくシャリシャリしてる。ドンシャリじゃなくて、ドンがなくてシャリ。そんな感じです。あ、なんかそんなんじゃ、あんま音聞きたくないな。純粋なリスニング用じゃないです。音楽を楽しみたい。とにかくどこでも音楽を楽しみたい。そういう人向けですね。 部屋で使うんじゃなくて、出先で使う。旅行の時に使う。シャワーを浴びる時に使う。そういう用途ですね。操作方法も分かりやすいですね。この4つのボタン、独立してます。曲起こり、曲戻し。それが上ですね。そして電源オンオフ。そして再生1位停止。この4つの機能が分かれてます。それと吸盤ついてますので、適当なところに貼り付けてますね。これ便利です。浴室の鏡、壁。出先でしたら車とかの窓。 吸盤が貼り付けば、どこでも取り付け可能ですね。あの、コスとして、耳の高さにつけとくといいですね。より音がいいです。あと、ここに引っ掛けるところがありますので、ローブとかで吊るしとくこともできますね。これもいいところです。あの、Bluetooth のスピーカーって、音質だけじゃないんですよね。使う場所によって、音質、解体です。もうそれ音質ぐらい、イコライザーとか使えば、簡単に調整できる。 でも、Bluetooth のスピーカーのいいところ。場所によってスピーカー自体を交換できるところがいいんですよね。だから家では本格的な音のものを使う。そして浴室やアウトドアではこのようなスピーカーを使う。手軽に切り替えることができるからいいんですよね。あとこれ防水性あります。あと耐久性のある素材ですね。だから気兼ねなく外に持ち運びできる。外に持ち運ぶんだったらこういうものがいいですね。スピーカーを持ち込んだがために何か行動が制限される。 あまり良くないですからね。ということで、入浴中、アウトドアでスピーカーを使いたいそう、音楽を楽しみたい人ぜひこの商品を使ってください。